ありがとうございました。ありがとうございました。怒り太鼓さんによる演奏でした。それでは皆様、大丈夫ですかねマイクが。それでは皆様、改めまして、オンラインマイジャパンフェス2020始まりました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あ、もうちょっとじゃあ、はい、司会進行をさせていただきます。 I love you 愛理と林翔子の大です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは改めまして、怒り太鼓保存会会長の、横林須磨子様にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、まず今日の演奏についてちょっと一言いただいてもいいですか。はい、今日の演奏は本当にビクビクしておりました、天気の関係で。でも子どもたちはいい思い出になると思います。これをいつまでも心に残して、将来有望な男子となるよう、女子となるように願っております。ありがとうございます。もうきっと今怒り太鼓のメンバーさん聞いてますかね小さなお友達も聞いてますかね。はい、そして、怒り太鼓さんのちょっと歴史についてね、ちょっと知りたいなと思うんですけれども、なんかどういったこう由来でできたのかとか、どういう活動されてるのかっていうのを聞いてもいいですか。かれこれお話に聞くと平安時代から伝わっていたんじゃないかと思います。ここが箱島町、島でございまして、平安時代ぐらいから怒りを下ろされて、当時の消防分団とか若い衆が立ち上げた怒り太鼓でございまして、いまだにつないではいっておるんですが、途中でくじけたり、やはり子どもさんが少なかったりで、なんとかかんとか今日まで続けております。で、本日一生懸命やってくれました、指導員は小学校5年生から今日に至って頑張って一人で本当にやってくれております。大変これ苦労してると思うんですが、なかなか私が代わってやるわけにはまいりません私ももうご老体ですので、ぼつぼつ控えようかなと思いながら、あと立派な後継者が現れるまで元気で頑張っていきたいと思います。本当子どもたちの成長を願いながら、幸せを願いながら、私は一生懸命やっておるつもりでございます。どうぞ今後ともよろしくお願いします。また、今子どもたちが大変少のうございまして、木曜日の6時半から7時半まで子どもの練習の時間とさせていただいております。どうぞご希望の方がいらっしゃったり、お声をかけてくださる方がいらっしゃったら、ぜひともいつでもお入りくださいまして、楽しいひととき、また勉強が嫌になったいうときには、この太鼓の音色を聞いたらいいんじゃないかと思っております。今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいしっかりちゃんと告知までしていただいてね、ありがたいです。もう本当に一人で続けてこられてね、でも今はすごい皆さん演奏を見ていただいたら分かるように、たくさんの方がね関わられて、そして小さな子どもたちもしっかりと演奏にねしていて、すごく方ですね。ぜひ今画面のねこの向こうにたくさんの方が見てくださっていらっしゃいますので、ぜひぜひ小さなお友達いましたら、木曜日の6時半から7時半ですね、はい、放課後にぜひぜひ怒り太鼓さんに来てみてください。それでは怒り太鼓さん、ありがとうございました。横林須磨子様でした。ありがとうございます。続いて、最初にね神事をしていただきました怒り神社の宮司の久保田さんにお話を伺いたいと思います。真ん中にどうぞ。ではちょっと自己紹介からしていただいてもいいですか。はい、怒り神社の宮司の久保田と申します。今日の、直前までずっと雨が降っていてすごく、心配だったんですが、びっくりするぐらい直前にピタッと止んで、このように開催できて大変嬉しく、またありがたく思います。で、この怒り神社なんですけれども、先ほど横林さんが少しご説明してくださったんですが、
の創建は、まあ、奈良時代頃と言われておりまして、この辺りがもうずっと海 でここの白島も元は箱島という島で、まあ、船が難破を繰り返したと。でそのようなことからあの海の神様をお祭りしたことが始まりと言われております。でここも原爆で昭和20年の時にはもうほぼ全焼であったんですけれども、宇治湖の方たちの力によってまたこのように再建できました。で神社の、まあ、お祭り、春祭りとか夏祭りとか秋祭りとかいろいろどこのお宮でもあると思うんですが、まあ、そのような時に、まあ、神楽であったりいろいろな行事がどこもあると思います。でそのような行事をいろいろな方に見ていただいて、で見られる方が楽しんでいただくことが楽しんでいただいているところを見て神様も喜んでくださると、そのような習わしがありますので、今日のこのイベントもぜひ皆様楽しんでいただいてご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。もう本当に厳かに、もう今日YouTube で今配信があるんですけれども、本当に厳かに始まりましたねというコメントがありましたので、本当にすごく最高のオープニングで始まったんじゃないかなと思います。今日はですね、この YouTube でオンラインマイジャパンフェス2020始まりました。画面の向こうの皆さんも一緒に笑顔になるように私たちも精一杯ね頑張っていきますので、皆さんぜひぜひ笑顔で見てみてください。そしてコメントもどしどしお待ちしております。それではオンラインマイジャパンフェス2020どんどん行っていきましょう。それでは続いての演目をよろしくお願いいたします。はい、それではですね、続きましては、田岡霊山さんによる三味線の披露になります。はい、田岡さんはアメリカのロックバンドニルバーダのボーカリスト兼ギタリスト、カート・コベインに憧れバンド活動を始められました。その後盲目の津軽三味線の名人である高橋竹山さんを知り、その音色に引き込まれ津軽三味線を手にされます。2002年から竹山流の津軽三味線を学び、2008年には師範免状を取得、現在津軽三味線教室を開き後進を育成するとともに津軽三味線の新たな可能性を目指し演奏活動、作曲活動を行われています。本日、演奏していただきますのはオリジナル曲雪衣、これは雪の石と書いて雪衣と読みます。はい、それではどうぞ。
ありがとうございました。津軽三味線田岡レイザーさんと、そして途中で出てきました、びっくりしましたね、おみお、あ、じゃあこちら、あ、すいません、じゃあ前どうぞ前どうぞ、キツネのキツネ役をされました高野美雪さんです。では高野美雪さんの、ね、プロフィールをご紹介させてください、劇団 APB 東京の演出家であり女優、そして優れたパフォーマーの方です。東京を中心に活発な活動をしていますが、第二の居住地である広島でも活動の幅を広げていらっしゃいます。ということでちょっとお二人にお話を伺いたいと思います。もうちょっと真ん中の方へ、はい、映りますか、映ってますか、はい、それではですね、今日の本日の、曲節意からちょっと節意という曲を披露していただきましたけれども、この曲についてちょっと一言伺ってもいいですか。こう舞い降りてくる雪を見上げながら踊り子が、まあ、一体となって、そうですね、雪を感じながら踊っている、くるくる回っているというイメージのような、はい、曲です。ありがとうございます。今日なんでその曲を選ばれたんですか。まあ、オリジナル曲を披露したいなと思って、はい、この曲を弾きました。ありがとうございます。でもオリジナル曲とかは他にも何かあったりするんですか。たくさん、まあ、作っております、はい、どこで聴けたりとかありますか。まあ、なんで僕東広島なんですけど、竹原だったりが、古い町並みが残って僕の演奏を聴く機会が多くある場所だと思います。なるほど、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。そして、みゆきさん大丈夫ですか。あ、はい、今日は、はい、東京から、劇団のみんながこの配信の応援でずっと見てくれてたんです。あ、そうなんですか。あ、じゃあ皆さんちょっと手振ってみてください。皆さん今見えますかね、映ってる、あ、わーって言ってくれてる。どうですか、みゆきさん。みゆきさんじゃないかもしれない、見た目が。なんか大丈夫かな、みゆきさんですよ。みゆきです。皆さんにじゃあぜひ一言。ありがとうございました。どうでしたか、ちょっと感想をちょっと一言だけ聞かせていただきたいですね。聞こえるかな。誰か。はい、どうぞ。大きい声で。あ、和の雰囲気を感じて引き込まれましたと一言コメントをくださいました。ありがとうございました。すごいたくさんの劇団のメンバーさんが見てくださってます。すごいですね、もうオンラインですね。ありがとうございます。オンラインだーって、ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございます。それでは、津軽三味線田岡レイザーさんと、そして高野美雪さんでした。ありがとうございました。バイバイ。それでは続いての演目を紹介をお願いいたします。はい、続いてはですね、書道のパフォーマンスになります、お名前を、カリグラファー水蘭さんと言いまして、プロフィールですね、5歳の頃から書道を始められまして、中学から古典書道を学び、高校では書道部に所属、手ほどきを受けられます。全国書道展などに出展し、文部大臣賞をはじめ数々の賞を受賞されています。高校卒業後はより深い知識や豊かな表現を身につけたいと思い、書道専攻の大学に進学されました。そして2009年ホームページを立ち上げ、本格的にカリグラファー水蘭として活動開始、商業利用に特化したデザイン書道を得意とし、各種ロゴ、商品タイトル、命名書ですね、あとは表札などをされています。さまざまなシーンの筆文字を提供されてまして、主な制作歴としましては、皆さんご存知かと思いますが、湘南の風の筆文字をされてます。また今ではですね、2020年9月に広島城の御城印というものも制作されてまして、あとはサンフレッチェ広島2017年スローガン一新ですね、さらにさらに黒田投手の座右の銘である、大切、バイカレーですかね、あバイカウルワシ、ああ、はい、すいません、雪に耐えてバイカウルワシと、こちらですね、こういったものも書かれてまして、諸作品を提供されております、はい、カリグラファー水蘭さんは出会いを通じて世界で一つだけの筆文字を一期一会の気持ちで込めて制作されています、はい、それではどう
ありがとうございました。ありがとうございました。カリグラファースイランさんによる書道のパフォーマンスでした。本当にすごいですね。本当にね、コメントももうすごいすごいっていうのがいっぱい来てました。スイランさんありがとうございます。ではでは話聞かせてください。それではまず今日書かれた書をちょっとご紹介いただいてもいいですか。今日は広島と、英語で書かせていただいて、つながるという言葉を書かせていただきました。どうして今日つながるという言葉を書いてくださったんですか。そうですね。一期一会を大切にしながら人と人のご縁がたくさんつながればいいなという思いで書かせていただきました。ありがとうございます。今日のね、このオンラインマイジャパンフェスも本当にいろんな人とのつながりでこうやって開催できたので、本当にすごいぴったりないい友達だなと思います。ありがとうございます。そして普段はどのような活動をされてますか。私は、世界中の美しい言葉を筆一本で表現する仕事をしています。最近では、広島城の御城印も書かせていただきまして、はい、そういったお仕事もさせていただいてます。御城印っていうのはあれですね、御朱印みたいなののお城バージョンで、じゃこれは広島城に行ったら手に入るんですか。はい、広島城に行かれたら売店で購入できると思いますので、ぜひぜひ見てみてください。なるほど、ありがとうございます。皆さん聞けましたか。広島城に行くとスイランさんの書かれた御城印があって、それを購入することができるそうです。ね、こう広島に遊びに来てもらって広島城見てもらったらね、こう一緒にあの時のスイランさんのジャーってなってもらったら一番嬉しいですよね。はい、ではそれでは、なんか これからの活動予定とかありますか。パフォーマンスの方はあまりちょっとしたことがなかったので、まあ、これを機に皆さんにその良さとかを伝えれたらなと思います。素晴らしい、ありがたいですね。なんかまたどんどんこうね、まあ、なかなか今ねパフォーマンスする場所っていうのはなかなかないですけれども、でもこうやってコロナとか落ち着いてきたりとかしたら見れる機会が増えるかもしれないってことですか。すごく楽しみです。楽しみな、もうみんなで楽しみにしたいと思います。それではカリグラファースイランさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今日はですね、なんとこちら映像映りますかね。じゃん、壁面にですね、壁面に大きな紙布をですね貼りまして、アーティストのなぎさんが絵を描かれています。なんとリアルタイムでライブペイントをされております。それではなぎさん、コメントちょっと一言どうぞ。今日何を描こうかなと思って、もうここに来て決めようと思って、まあいいかな。さっきの怒り大子さんのすごい迫力、鬼の迫力とひょっとこの面白さを、感じて、でちょっとお面とひょっとこのお面と鬼のお面貸してって言って、それをちょっと大きく描こうかなと思って。なるほどです。なんとここに大きな、先ほどの怒り大子さんで使われてた鬼のお面があります。そしてオカメの、あとひょっとこもあるし、すごい、頭にはなぎさん自身も狐のお面もされてますし、で今日はなんかこうここのライブペイントと別でまたちょっとね、普段は、フェイスペイントとかをされて いらっしゃるんですよね。それで今日は何かちょっと見せてもらえるということなんですが、ここですよ、このタイミングですよ。じゃあ、はいはいはい、ではではスタッフの子がやってまいりまして、このタイミングです。じゃあこのライトをちょっと移動させちゃいましょうかね、見えるようにね。はい、では、スタッフの子が今からフェイスペイントでなんかどうなるんですか。じゃあちょっと今日はスタッフの子にもみんなこんなお面をかぶせてこんな感じで狐にしてるので、ちょっとまあ狐にしてみようかなと。 お面を外しても狐。なるほど。そしてではでは今からですね、ライブで皆さん生でフェイスペイントがどのようにだってこのね、今モデルになってくれている男の子がどのように変わっていくのか楽しみですね。楽しみですね。そうなんですよ、今日はすごくたくさんの、ね、スタッフさんが関わってくださってるんですけれども、スタッフさんね、ここに狐のお面とかつけてて すごくかっこいいですよね。うん、なんかみんなちょっとずつ違って個性があるんで、ぜひぜひ探してみてください。そう、はい、ちょっとチラッと映ったりとかしたら、あの子のことかみたいな感じで見てくださいね。それでは、あ、
いきなり甘え髪をじゃがっつりもうがっつり。なぎさん、アーティストのなぎさんはまあ、たくさんですね、いろんなこうフェイスペイントだったり絵を描かれて、はい、謎解きイベントをね開催されたり主催されたり、本当にたくさんのいろんなことをされております。いきなり顔面真っ白に塗り始めちゃった、ね、結構ガッツリ最初からね、ガッツリいきますね。何のためらいもなくやっぱりいきちゃいますね。そう、さっさとってかかる、思い切りが気持ちがいいです ね、思い切りが、思い切りがやっぱり、うん、そうなんですよ。いかがですか、ちょっとこんないきなり顔面真っ白塗るって聞いてました？聞いてない聞いてなかったっていきなり捕まっちゃってかわいそうに。でもあれなんですよ、フェイスペイントのすごいところは水で落として帰れるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、なのでなんかこのままメイク落としとかじゃなくても、はい、まあ、メイク落としで撮ると綺麗に撮れるんですけど、あ、はい、なるほど。そして着々とね、もう一個ねステージの方では次のステージのね、はい、準備も進んでおりますが、大丈夫ですよ、ゆっくりじっくりやってもらってもちょっと押してますけど今日コメントね、いかがですか、なんかコメントを見れるものとか。じゃあちょっと第3ちょっと話してもらってていいですか、はい、ちょっと私はちょっとスマートフォンを取ってきてコメント見ちゃいたいと、はい、そうですね、今日はですね天気が雨が降ったりやんだりだったんですけど、今ですね本当に雨が止んで、なんか本当にちょっといい感じにだん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 なってきてますね。そしてですね、まあ、皆さん特に和装の方が衣装をすごい心配されてたんですけど、まあ、雨も降らずちょっと今も着々とちょっと茶道の準備も始まってるんですけど、お湯から煙が出てすごいいい感じになってます、はい、ありがとうございます。すごいなんかね、画面見たらいきなりなんかね、私いきなり見たので、いきなり今こう入室された方がいたら、はい、もう真っ白な顔の人がドーンって現れて、ね、結構シュールかもしれない今は、フェイスペイントでキツネのメイクをしてもらっております。フェイスペイントがね、どんな感じなのか、どんな風にね変わっていくのか皆さん見てもらえると嬉しいです。はい、そしてコメントで、なんかどうなるのか楽しみっていう、あ、そうですね、そうそう、あと容赦ないとかいきなり顔面真っ白に塗っちゃうから容赦ないっていうコメントだったりとか、すごいもう男子頑張れって書かれてますもうコメントでファンが続々と作られてできておりますけれども、すごいですね、もうあっという間になんか妖艶な雰囲気が出てきてます、ね、そうですね、あっという間に本当に綺麗ですね。あ、すごい眉毛もそういう風に描いていくんですね。お、立ち上るようなねえ赤いメイクで綺麗ですね、うん、そうですね、すごい。どうですか今の気持ちは確かに描かれてる方はどうなってるか分かんないですからね。そうですよね、これどうやって鏡とかってあります？じゃあなんか、ま、私のじゃあスマートフォンのカメラで内側のカメラにするので、そのカメラでちょっと確認しましょうね、出来上がったら目を開けてなんかこのフェイスペイントでしっかりとこう映えさせながら、はい、美しく妖艶になるように、なぎさんもちゃんと、うん、本当に綺麗に目が大きくなるメイク術とか、その、ね、メイクのことをもしっかり勉強されたそうですよ、ね、こうなんか目の、それでこんなスピーディーに、あ、そうそう、スピーディーにね、そうそう、だからこう目のここの線の目尻のここまでラインをしっかり入れてあげるとか、ここまでしっかりねこう黒のライン入れてあげる、うん、このここまでねカラーを入れてあげるとか、そういうのもしっかりね勉強されているそうです。そして準備がほどなく、どうでしょうか準備の方は。あ、準備の方はね大丈夫なみたいなので、はい、私たちはいつでも、はい、そしてなぎさんもねメイクを待ちましょう。すごい、でもなんかね可愛いですね可愛いですね口ができたのが可愛いですね、うん、なんか猫みたいな妖艶な猫みたいな、うん、でもね狐ですよやっぱり、ほっぺとかのおでこのところの赤いはい、ラインとかがすごくね、うん、キツネちゃんっぽいです、うん、はい、あ、これでこれで秘密兵器がある。どういう秘密兵器ですか。手に何かを手に何かをつけて、ここからビフォーアフターの、ギャップが楽しみとか、あ、迫力があるとか、お、容赦ない
容赦ないパート2ですね、これは。そうですね、髪の毛まで。これは、これはもうフェイスペイントの絵の具ですか。いや、これはもうその、ワックス、ヘアワックスで。白いヘアワックスなんですね。あ、なんかふわふわで、すごい。あ、でもすごい、なんかね、イケメンになったんでしょ。めっちゃイケメン。イケメンになった。おお。すっごいかっこよくなりましたね。妖艶なキツネさんになりましたね。そうですね、もう美少年ですね。すごいなんかね、謎に包まれた。そうそう、ちょっとミステリアスな、ミステリアスな感じになりました。あ、これでお面つけて、あ、すごい。ダブルで。そう、髪までって皆さん容赦ないと書かれておりますけれども。でこれでもうあの今日はスタッフとして。あ、これでこのままもうこの彼はスタッフとして最後まで。あ、じゃあ時折映って。時折映ってくれるかもしれないですね。ね、楽しみですね。はい、じゃあちょっとあの私のカメラで申し訳ないんですけれども、ちょっと見てもらっていいですか。これで自撮りで、あ、いいですか、じゃあなぎさん。はい、はい、それではどうぞ。じゃん。すごい可愛い感じ。可愛いくなって、後でちゃんと撮れるけどね。あ、撮って帰れるけどちゃんと帰りのことまで考えて、はい、そう、どうですか、ちょっと一言こう最初のさっきのメイクしてない時と、あ、ね、確かにない方がいいかもしれないです。メイクがなかった時と今とちょっとどうですか。すごいなんか、なんか自分、知らない自分になる、新しい自分になる感じがして、すごく新鮮というか、すごいなんか楽しい、楽しいというか、すごい、うん、はい、ありがとうございます。すごい、やっぱり新しいね、うん、自分に出会えるっていうのもいいですね。確かに確かに、なんかね、普段はお祭りとかだとこうやってフェイスペイントをされてたりとかするんですけれども、うん、まあ、今日はねちょっとねないできないんですけれども、オンラインですしね、うん、はい、でもねこういうねフェイスペイントとかもされているので、うん、ぜひじゃあ今日はこのまま、はい、スタッフとして頑張ってくださいそれでなぎさんの、ライブフェイスペイントでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして引き続きなぎさんにはこの後ろでここでね大きな絵を描いていただきまして、フィナーレにはきっと間に合いますよね。フィナーレに披露ということなので楽しみに待っていたいと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、続いての演目に移りたいと思います。はい、はい、日本には相手へ喜んでいただく心としておもてなしという言葉があります。これから披露していただく生け花と茶道はおもてなしをテーマに、ステージを一つの部屋に見立て日本の心を表現していきます。まずは草壁流の生け花を三村梨沙さんに、続いて武者小路千家の金井さんに茶道のお手前を披露していただきます。それではどうぞ。生け花は日本人の自然を愛する心、自然と共に生活する、また自然と融和する精神と、我が国の気候風土が生んだ世界に誇る芸術です。三村さんからメッセージを預かっています。私は先生とのご縁で京都にある草壁流と出会い、現在に至っています。今回は数ある生け方の中で自由花の森花を生けさせていただきます。生け花に必要な道具としては、花器、剣山、花バサミが必要です。今回使う材料は主材として錦木、ねじめは菊、林道、ソテツを使います。まず主材の寸法を決めます。天、人、地の名称の3本を主材の錦木で作ります。
材料の一番先、先端を角先と呼びます。不等辺三角形に生けていきます。そして点の前、全体の中心に昇進という名称の菊を入れます。あとは控えや添えとして全体のバランスを見て長短をつけて剣山に刺していきます。立体感を出すために菊を奥行きとして入れます。最後にソテツの葉を入れて完成となりました。いけばなの作品が仕上がりました。ありがとうございました。続いては金井直樹さんによる茶道になります。茶道の千利休から連なる三千家という流派の一つ、武者小路千家で准教授の居城を拝命している金井さんによる薄茶点前を披露します。茶道は日本の伝統の一つで、お湯を沸かしてお茶を立てる芸道です。亭主がお客様をもてなす際の作法や心構えを体系化したものです。今から武者小路千家の薄茶点前を披露します。
ただいま使うお道具を一つ一つ清めて聞かれてます。ございました。とっても美味しかったです。いいお手前でした。それではちょっとここでお茶室に見立てているということで、ちょっとここでお話を伺わせてください。まずはちょっとお花の方から、三村さんいいですか。今日のお花自由花はすごい素敵ですよ。本当に素敵なんですけども、お家だとどこに飾ったりとかするんですか。この花は、玄関や床の間などに生けるようなお花として生きました。ありがとうございます。すごいこうなんかこうイメージだったりとかそういうのもありますか。はい、秋のお花を使って、うん、秋らしい季節を味わえるように作品として仕上げました。ありがとうございます。すごいこう牡蠣とすごいね色味とがすごく秋らしくて、しかもこの境内神社にもすごくなんか合ってるなって思いました。ありがとうございます。そしてなんか美味しい、とても美味しいお茶をいただきました。かなえさん、武者小路千景お茶についてちょっと一言、いただいてもいいですか。武者小路千景についてですが、先ほどご説明ありました通り千の息からなる三千景の一つで、広島ではあまり知られておりませんが、全国に全国にお弟子さんがいらっしゃる、広い流派です。
ありがとうございます。すごいね、こうあの今秋らしくてすごくこう涼しい、ちょっとね、あのなんだったらこう寒いかなっていうような時期なんですけれども、あの本当に汗を流しながらね、すごくこう真剣にこう作っていただく、なんかあの立てていただくお茶すごく美味しかったです。ありがとうございました。それでは大丈夫ですかね、いけばなの三村さんと、そして、武者小路千家の金井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のこの境内の中の失礼を皆様にご紹介していただき、あの行こうと思います。まずはですね、ちょっと誰もいらっしゃらないかな、おうどんがあるんですよ今日は今日はね、おうどん屋さん、おうどん屋さんに、おうどん屋さんになんかキツネさんがやってきちゃったキツネさんがおうどん屋さんやってるの、はい、ありがとうございます。おうどん屋さんのおかみさん、今日はねこの境内をあのお祭りのように本当にしつらえてあのお届けをさせてもらっております。まあ、パフォーマンスだけではなく、やっぱりね神社の中がお祭り、今年やっぱりこのコロナの影響で、コロナウイルス の影響でね、お祭りっていうのがやっぱなかったと思うんですね。なのであのしつらえだけでもこういう風にお祭りのように楽しめたらいいなということで、あのお面のね売ってるブースがあったり、そしてここではおうどんも売ってます。おうどんじゃもうちょっとしたらできるの、あできたら紹介して、さその間にですね、今日もう一個ねカメラがちょっと一緒に移動できますかね。今日はですね素敵な盆栽が飾ってあります。皆さん気づきましたか、司会のね司会をしている台座のあの台のこのこのね上のところにもですね、松が3つ、そしてあちらですね、皆さんの演舞が見られる、ステージの後ろにもこんな素敵な大きな松が飾ってあります。こちらはですね、庭吉花園の、茶区の松太郎様よりご提供いただきました錦松という松になります。広島の恋という場所の松になります。なんとこの松はですね、明治天皇に献上した際に、名前を下賜された松になります。とても由緒ある松がこの神社、碇神社に、届きました。飾っていただいております。なんとですね、もともと広島の恋という場所がですね盆栽が盛んだった場所で、なんか諸説ありますよ、諸説ありますけど、一説によるとあの盆栽という字がですねこの恋から発祥した文字じゃないのかと言われているそうです。諸説ありですよそのくらいあの広島の恋という町は盆栽が盛んな町で、そしてですね、本当この天皇が広島に来た時にあの来られた際にあの献上されたものだそうなんですけれども、あの明治天皇だけではなく、大正、昭和、平成の天皇の方がですね、広島に来た際には必ずこの松を買って購入されて帰られるそうです。そのぐらい由緒ある松がこの、碇神社に飾られております。そんな中でねこうやって舞台をさせていただけてとても嬉しいです。さあおうどんはできたでしょうか。もうちょっとですか。今日はですね、あマイクもありがとうございます。今日はですねあのすごいたくさんのね、先ほども言ってたんですけど、あこちらに持ってきてくださるんですか。じゃあ渚、あ、渚さんのペイントもすごい進んでる。あ、じゃあこちらに持ってきていただいていいですか。きゃー、なんと見てください、じゃん。あ、ちょっとキツネさんだからキツネ乗ってるの揚げが乗っちゃってるの。ありがとうございます。それではどうでしょうか、そろそろ大かな。こんな感じで今日はおうどんも、準備していただいております。スタッフのねあの皆さんに振る舞っていただいております。ありがとうございます。どうして一口いただいていいんですか。わ、食レポはい、ではでは、あちょっとごめんなさい、いいですか、ちょっと持っていただいてありがとうございます。あマイク持ってもらっていい、ありがとうございます。ではではいただきます。熱々ですよ。染み渡る、ありがとうございます、おいしい。
優しい味です。優しくて、そしてあの温かくて、もうこの今日ね、広島は雨が降ってちょっとね、こうひんやりしてるんですよ、いつもより。ちょっとね、あの気温が寒いんですけど、そんな中でとってもなんか体もポカポカ、心もポカポカするような、そんな味です。まだまだね、スタッフの皆さんあのありますからね、うどん食べてくださいね。はい、うどんありがとうございました。そして準備の方もいかがでしょうか。はい、それでは続いての演目に移りたいと思います。先ほどから一緒にね、司会をしていただいております第3、ガゴ、第3、そしてガゴ林翔華さんによる、剣士部を見ていただきます。紹介をさせていただきます。剣士部居合をしています。それらの継承とともに基礎とし、アニメやゲームの音楽や世界観を表現する活動もしています。広島剣友会に所属し、五日市八丁堀で稽古をしています。ご興味のある方はぜひ見学体験に来てくださいということです。それでは林翔華さんによる、剣士部です。どうぞ。
ありがとうございました。林翔華さんの建築部でした。どうぞこちらの方にいらしてください。あのなんかもう古典的な由緒正しい居合からなんと今一番人気の、皆さん知ってますよねこの曲。イントロからでは、イントロからもうイントロクイズができちゃいましたけれども、はい、鬼滅の刃を待っていただいたということで、はい、アニメやゲームの音楽で世界観を表現する活動もされているということですが、はい、そちらの方はどんな感じになってますか。そうですね、あのまあ、元々あの祖母からあの伝統的な剣士部やあの居合道をずっと習ってたんですけど、まあ、元々やっぱゲームやあのアニメとかも好きで、あのそういうキャラクターの格好をしてあの新しいあの創作とかも最近やってます。はい、まあ、今回のそうですね、あのまあ、鬼滅の刃すごい流行ってて僕も好きなんで、あの、まあ、多分見たら分かったかもしれないですけど、何人かあのキャラの技とかもちょっと再現っぽくしてみたりしました。はい、ちなみに何の技だったんですか。ですね、あの善逸っていうあのキャラの、あの霹靂戦とか、あと日の神神楽とかを、まあ、ちょっとあのかなりマニアックな、はい、そうですね、あのでも好きな方はみんな知ってるかな、今 ね、人気がありますので、まあ、ちょっと元々あるあの剣舞や居合の技をアレンジして作ったんで、まあ、そこでなんか、うん、あの伝統的なものとあの新しいものの接点ができたらいいなって思ってます。はい、とても楽しかったです。でそういったあのお稽古をされているということですが、はい、あのどのようなお稽古をいつもしてるんですか。そうですね、あの基本的にはやっぱり歩くことであるとか、あの納刀とか抜刀の基礎とか、まあ、昔から伝わっている方の稽古をしてます。ただ、まあ、やっぱ若い子とか最近あの入ってきてくれてありがたいことなんですけど、まあ、そういう人たちであの興味とかあったり好きな人はあの同じこういった曲で一緒にまったりっていうのもやってます。基本を習って、そして現在の音楽に合わせて、はい、表現するという、はい、すごい楽しそうなお稽古場ですね。はい、私なんか行っても大丈夫でしょうか。あのぜひぜひ来てください、大歓迎です。はい、皆さんも鬼滅の音楽で一緒に剣舞を踊ってみませんか。ぜひぜひご連絡くださいね。はい、林翔華さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に来ていただく演目は金賢治さん、どうぞお願いします。現在弓道三段、弓道歴18年、高校の部活から弓道を始め、団体競技にインターハイ、国体に出場、個人競技では広島県なんと2位入賞、卒業後は約15年にわたり母校に技術メンタルサポートしてとして携わっておられます。現在は広島で唯一の弓道体験、本格射撃ができるお店、弓道体験道場写楽を経営されています。老若男女、経験国籍問わず弓矢を楽しめるお店になっております。ではご用意できましたら金さんよろしくお願いします。どうぞ。28m の距離から36cm の的を狙います。弓道競技人口は約14万人、その半数以上の人が高校の部活から弓道を始める現代武道です。また弓道は立禅とも言われ、自分と向き合い心を養い平常心でいられる心が作れることが目的とされています。
正しい構え、正しい動作、内面の人格的向上が一体となったときに、理想的な美しい弓が表現され、的に必中すると言われます。ありがとうございました。金健二さんの弓道でした。ぜひこちらの方でインタビューしたいのでいらしていただけますか。すいません、お疲れ様でした。すごかったですね。お疲れ様でした。金健二さんです。ありがとうございます。お疲れ様です。どうでしたか今日は。1本目が、真ん中に当たったのでちょっと一安心です。素晴らしかったですね。で、あの金さんは弓道体験道場シャラクというお店を経営されているということなんですけれども、それはどの辺にあるんですか。本通り商店街の原爆ドームの、出口付近、アーケードの出口付近のビルの3階にあります。そこではこちらに書かれているように老若男女経験国籍問わず楽しめるお店ということなんですけれど、初めて伺っても大丈夫な感じなんですかね。はい、ほとんどのお客様がもう初めての方ばっかりですね。はい、で5歳から本当にもう70代80代という方 のファミリーで来られる方もあるので、はい、本当に老若男女来られます。一回行ったらどう教えていただけたりとかするんですか。はい、最初もう全て教えて、必ず当たるまで、 で楽しく書いていただくようにしています。ではちょっと皆さんこれご覧になって、今日の金さんの素晴らしい弓を見て、あ、自分もやってみたいなって思われたら、ぜひ写楽の方にいらしてください。どうもありがとうございました。次に登場されるのは春風館中国支部広島春宝館さんの皆さんです。古武道とは侍が使命を果たすために修練してきた日本の伝統的な武術の総称です。私たちは名古屋市の春風館道場に伝わる槍や剣といった武術を広島にて稽古研究しています。その他にも薙刀、二刀、小太刀、柔術など総合的に学んで稽古します。演舞会では流祖先人より伝わる技をご披露奉納させていただきます。では素晴らしい演技をご覧いただきましょう。どうぞ。
途切れずに使っています。新影流は主に相手の拳を切ります。必要以上に傷つけず、武器を取らせず戦いを始める意味があります。お待ちかね、我らがアイドル I love you 愛理ちゃんの登場になります。 I love you 愛理ちゃんは広島を拠点にアイドルライブや地域イベント、モデル、 CM、 ラジオ、レポーターなどさまざまな活動を展開しています。3年前から東京拠点のバジ文化応援アイドル桜花の奇跡のメンバーとしても活躍中。クラシックバレエの経験があるダンスには定評があり、 YouTube チャンネルは合計760万回を再生を超えています。横川商店街公認アイドルとして時にゾンビ姿を見せる傍ら、学校教育の場でも授業や講演などをするなどの活動の場を広げています。細すぎない健康的な太もものがトレードマークのアイドルとして太もも天使の愛称を持っています。愛理ちゃん、4位はできましたでしょうか。すいません、
愛理ちゃんがお越しのちょっと前に先ほどの落ち久保さんにインタビューしてみたいと思います。落ち久保さん、すごいかっこよかったですね。ありがとうございます。この、終わり管流という槍術という流派で、されているということなんですけれども、その流派と出会ったきっかけというのはどのいったようなものだったんでしょうか。もともと名古屋の方で仕事をしてたんですけれども、その時に道場に出会いまして、であと私 の、 実家の蔵に槍があったというのも一つの縁がありまして、で、実家にあった蔵と同じ流派の槍を学びたいと思って名古屋でしばらく学んでおりました。でまた仕事で広島に戻ってきたので、こちらでも稽古を続けたいなと思って、こちらで支部を作って仲間と今名古屋で習った通りの技を練習していきたいなと思って今活動しております。できればもっと仲間を増やして活動したいと思っております。ぜひご興味のある方はお気軽にお越しください。はい、家の中にある蔵の中にある槍がご縁ということで、すごいご縁ですね。はい、それは広島でも伝承されているという落ち久保さん、普段はどちらの方で活動だったりをされていらっしゃるんでしょうか。中区の、東急ハンズの裏手の方にあります青少年勤労ホームという場所で、土曜日に稽古をしております。それと月に1回日曜日に東区中山の方にある剣道場でそこをお借りして稽古しております。なんで月5回程度ですね。はい、ありがとうございます。では古武道の伝承をとても大事にされていらっしゃると思うんですけど、また画面の皆さんの方に一言コメントいただけたらと思います。ぜひこれをきっかけに古武道やこういったいろんなまだまだマイナーではないですが古い流派がいっぱい日本には地元には残っておりますので、若い方々にもたくさん学んでいただきたいなと思っております。そのきっかけになればと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。終わり管流槍術春風館、広島春風館の落ち久保修太郎さんでした。ありがとうございました。大変お待たせしました。3度目の正直アイラブユーアリちゃんがやっと登場してくれます。お待ちかねです。よかったらどうぞアリちゃん。Yeah.
ございました、たくさんたくさん紹介をしていただいたので、もう皆さん耳にタコができるぐらい私の紹介を聞いてくれたんじゃないかなと思いますが、改めまして広島でアイドル活動をしておりますアイラブユーアイリです。よろしくお願いします。たくさん、今日はですね、ちょっとパフォーマンスで出演もさせていただきつつ MC もさせていただいております。あと少しでなんですけれども、もっともっと皆さん盛り上がっていってください。それでは早速続いてのパフォーマンスです。それではオンプラントさんです。どうぞ。 If you do that diddly dee for me I'll do that diddly do for you And we will diddly doodly do all night together If you do that diddly dee for me I'll do that diddly do for youIf you do that diddly dee for me, I'll do that diddly do for you, and we will diddly doodly do all night together. If you do that diddly dee for me, I'll do that diddly do for you, and we will diddly doodly do until forever. I bought myself a brand new tractor. It sounds just like a nuclear reactor. I beat my cows and milk my chickens.
I'm riding in a desert and I'm heading into nowhere. The sun is showing me the way. I'm riding alone. I'm looking for adventure 'cause I left my girl in Texas. I'm a stranger and I'm riding alone. ございました。お二人はどこかでお見受けしたことがあるんですよ。僕あの週末どこかで見たことあると思うんですけど、ひょっとして喋ります、はい、ありがとうございました。あの週末あ見たことあるんですか。はい、はい、僕たちオンプラントって言います。あの毎週日曜日とあの祝日に広島にあるジアウトレット広島っていう場所でパフォーマンスをさせてもらってます。はい、すごい見てて楽しかったです。なんかすごい失敗したりとかしてハラハラするところもあったりして、でもなんか2人のなんかあのすごい仲の良さも伝わってきました。ありがとうございます。なんかしゃべってく、今日ねマイジャパンフェス、はい、オンラインでやってるけど、僕たちね今愛理ちゃんも僕たちの前にやってくれたんだけど、ちょっと見てる人が急に色が鮮やかになったなと思ったと思うんですけど、僕たちはねさっきまでは日本文化のいろんな伝統のショーをいろいろ見てたんですけど、僕たちは現代の、ね、ポップカルチャーをちょっと今日は
ご披露しました、はい、あとで僕1個ちょっとあれって思うことがあって、はあ、あれですよね、先ほどまで司会をされてて、はい、県支部、県で待ってた方ですよね。そうなんです、そうなんです、衣装が変わってからですね、ちょっとご紹介にもあったようにちょっと現代の音楽に合わせた舞もやってまして、それをやろうとしております。そうですね、今からもう一個現代的な舞をしますので、ちょっとサプライズも途中あるのでぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。準備の方はどうでしょうか。さあ、なんか天気もすっかり良くなってきて、クライマックスにいい最高のいけそうですね。あ、もうちょっと、もうちょっとロングロングにということで、はい、あ、ちょっと、お、よかったよかった、はは、よし。さあ、今ね、オンライン配信でもたくさんの方に見ていただいてると思うんですけど、今何人ぐらい見てるのかな。僕がね、出る前裏で見てた時は100人ぐらい、あー、すごい、そう、見てくれてて、あ、なんかいろいろ、おー、すごいですね、なんかコメントも来てますよ。700人だって、やば。僕の目には85人って見えてるけど、ただトータルで、あ、トータルね。ただトータル700人すごいね。じゃあ僕たちのもうちょっと伸ばしてというコメントもなんかいただいてます。あ、コメントでね、すごいやり取りを心配してくれてる方もいらっしゃって、なんかいろいろなんかフォローし、視聴者の皆さんもありがとうございます。あ、じゃあちなみに僕らが大道芸っていう、さっきみたいなジャグリングとかのパフォーマンスを僕らも曲に合わせてやってるんですけど、あ、はい、今日ね、剣支部っていう剣の舞、はい、なんですから、あれ初めて見たんですけど、あ、そうですか、あれも伝統芸能なんですか。はい、そうですね、まあ、剣舞っていうことで言うと本当に紀元前とか神話の世界時代からになるんですけど、今のスタイルが確立したのは、まあ、そうですね、やっぱり明治になって武士が職を失って、まあ、その中でいろんな伝統芸能と合体してああいったスタイルになってます。はい、時代によって変わってるみたいな形ですかね。そういったところもあると思います、はい、そう、僕らもね、大道芸ちょっとこんな感じの僕たち衣装ですけど、うん、日本にも大道芸とか手品の前には和妻っていう日本の伝統 の、はい、バナナの叩き売りとかね、あ、そうそう、あれも曲芸とか大道芸って昔からある文化なんですけど、そうですね、うん、僕らも現代で、はい、ね、こんな感じの衣装とパフォーマンスですけどね、再現をしてますんでね、やはり皆さんも大道芸というジャンルでやっぱ伝統と今とつながっているということですね。そうですね、素敵です。なんかこのキャラクターはちなみになんかモデルさんがいるんですか。はい、ですね、ちょっと先に言っちゃいます、今からちょっとボーカロイドっていう、まあ、皆さん初音ミクとかご存知だと思うんですけど、そういったものの舞をさせていただく中で、カイトっていう男性キャラがいて、まあイメージが青なんでちょっと青でコーディネートしてみました。なるほど、ボーカロイドは聞いたことある、はい、すごい、そうなんです、楽しみですね、はい、ぜひぜひ。あ、 OK なのかな、もうちょっとかな、はい、もうちょっとということで、あ、じゃあせっかくなんでなんか、はい、僕たちは毎週日曜日と祝日に、アウトレットっていう場所でやってるんですけども、ね、はい、まあ、それ以外にもこういうイベントにね出演したりとか、うん、あとはそれこそ今日、まあ、ちょっと本当に個人的なお話になってしまうんですけど、今日ね僕たち宣伝をしようとしてます。どうぞどうぞ。いいですか、宣伝しても。はい、僕たち今日の朝に、ツイッターとかインスタグラムで上げたんですけども、舞台をねするんですよ。12月の、はい、18、19日に読み聞かせのね舞台をするんです。はい、そう、それをちょっとみんなにお知らせしたいなと思って。時間もあるしね。時間もあるしね、そう。なんで、ぜひ、あ、僕たちオンプラントって言いますね。ひらがなでオンプラントって言うんで、ぜひ検索してみてください。そこにね、しっかり書いてるんで、そう、やばい読み聞かせをね、やります。すごいですね。はい。じゃあコメント読む時間にしますか。そうですね、そろそろネタもなくなってきたので。いろいろ来てますね。
あ、なんかフランスからご覧になられてる方もいるみたいですね。ありがとう。あ、僕らね、じゃあそのフランスで一つ、はい、実は僕らオンプラントって言うんですけど、はい、フランス、今フランス人の方かな、まあ、フランス語多分詳しい方なんで、うん、ちょっとね、発音は違うんですけど、はい、実はオンプラントフランス語で足跡っていう意味の、フランス語から名付けた、そうなんです、ね、そうグループ名なんですよ。なのでフランスね、今ちょうど話題になったからそうですね。あとはもう、あ、なんか技をなんかちょっと見たいっていう方もおられますね。技を見たい、うん、お、いいですよ。ちょっと技を、はい、何か、じゃあここ見ててください。ここね、はっ、おー、いやいや、大丈夫、大丈夫。ちょっとびっくりしました。すごい、なんかもう、なんか、はい、はい、さあ、というわけで、皆様、楽しんでもらってますでしょうか。いやいや、でも本当になんかアドリブの無茶ぶりな感じだったのに やっていただいてびっくりしました。すごい。さあ、ありがとうございます。いやー、はい。じゃあちょっとまたコメントに戻りましょう。もうコメント頼りです、皆さん。はい、大丈夫、滑ってないって。あ、よかったよかった。はい。滑ってないって。オンプラン、あ、オンプラント、みんな書いてくれてますね。はい。そう。ヨーロッパの方が方が大道芸は優れているのでしょうか。お、そうだね、ヨーロッパでね、また日本とは全然、ジャグリングっていうのは今僕らがやったこう技をね、投げ、道具を投げ合うものは多分フランスとか、それこそヨーロッパが本場になってくると思うんですけどね。日本ではね、それこそさっきも言ったバナナの叩き売りとか、剣を使って剣の上に駒を乗せてなんかやるような、あの刀を使った大道芸される方も、あの最近は少ないかもしれないけど、あのおられますね。あ、そうなんですね、はい、あ、そうですね、日本はね多分そういうのが多いのかな、うん、さっきねちらっとね、うん、あのアイビーちゃんの話が出てきて、あ、紹介ってされたのかもしれない。アイビーちゃんの紹介はまた今度やりましょう。じゃあ僕らは、はい、ありがとうございました。こちらのさんでした。
ありがとうございました。最後はですね、私と、私が I love you 愛理と、はい、第3と2人で千本桜を回せていただきました。本当にありがとうございました。それではここでずっとね、途中で皆さんに見ていただいておりましたライブペイントが完成化しました。わー、持ってこれますか？すごーい、大迫力、見てください、見て見て、身長と同じより大きい、すごーい。オカメとひょっとこと鬼とキツネさんです。わー、キャラクターが出てきたー。わー、すごい、絵の中から出てきました。すごい、絵面が濃い。すごい。これ皆さん、ちょっと、YouTube で言うとこのスクリーンショットタイムじゃないですか？皆さん、あ、じゃあもうちょっと、そうそうそう、どうですか？もうちょっとアップで、もうちょっと、まだまだアップで、まだアップ、まだアップで、お兄さんがもうちょっと中に入って、お兄さんが、そうそうそう、あ、いいですね、いいですね、いいですね。じゃーん。それでは、このペイントをしてくださったネギさん、ちょっと一言話を伺わせてください。なんとか間に合いました。間に合わんかと思ったけど、間に合いました。ありがとうございます。これは、この絵どこかに飾りたいですよね。あ、ここの怒り大悟さんが飾ってくれたら嬉しいかなと、そのコメントとか、ね。いいですか？そうですね。いいですねっていうコメントがあるので、もしかしたらじゃあ、怒り大悟さんの今後のパフォーマンスだったり、ね、飾ってもらえるかもしれません。わー、ありがとうございまーす。素敵な、ライブペイントを披露してくださいました、なぎさんと、そして、モチーフになったキャラクターの皆さんでした。ありがとうございまーす。ありがとうございます。それではですね、このままフィナーレに行っちゃいましょう。はい、それではじゃあ絵の人はちょっと大変ですけど持っておられますか？ではお願いします。それではフィナーレでーす。まず最初に出演をしていただきました、怒り大悟の皆さんでーす。どうぞ。はい、
ではでは前の方に、はい、おちびちゃんたちも、おちびちゃんたちとか言っちゃってはい、小さな友達も前に出てきて、ひょっとことかめさんも、そしておにさんも来てくださいました。おごそかなスタートから、そしてとても華やかにオープニングを飾ってくださいました光太鼓の皆さんです。皆様改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さて続いては、あ、でこのまま後ろにこちらにね、お願いいたします。さて続いては、津軽三味線の川岡礼山さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。三味線は三味線三味線の代わりに拳を掲げてくださいました。ありがとうございました。そして続いて、素敵な、ショーを見せてくださいましたカリグラファースイランさんです。みんな筆は筆はありがとうございます。スイランさんです。ありがとうございました。続いては弓道の金さんでした。金さんです。ありがとうございます。弓はね、みんな何か持ってきてくださいよありがとうございます。そして続いては小武道の皆さんです。どうぞ。ありがとうございます。あ、ちゃんと持ってくださってます。持ってきてくださいました。ありがとうございます。今度はちょっとカメラの前で、じゃあちょっと前でちょっとお辞儀を一つちょっと、はい、皆さん素敵なね、なかなか見ることのない小武道を見せてくださいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして楽しい、大道芸、そして頑張って場をつないでくださいました大道芸オープランドのお二人です。わー、ありがとうございました。お、はいはい、バンバン、はい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 、おあ、もう一回カメラ、はい、じゃあみんなの手拍子、はい、パン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 、はい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 、成功成功か、お、1,2,3,4,5、やったー、オンプラントのお二人でした。ありがとうございました。そして、私たち MC、はい、第3、剣士部林岡さんと、はいはい、私アイラブヤリでした。ありがとうございます。そして、マイジャパンの、理事であります金井さん、作動してくださいました金井さんです。ありがとうございました。素敵な、とても美味しいお茶をいただきました。ありがとうございました。そして、マイジャパン、理事長の三村理沙さんです。お花をね、生け花を見せてくださいました三村さんです。ありがとうございます。本日はオンラインマイジャパンフェス2020ご参加いただきありがとうございました。あっという間の2時間でしたが、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。とっても盛り上がったと思います。ありがとうございます。今年はオンラインの開催という初めての試みでしたが、出演者の皆さんや、ここには画面には映ってないですが、画面の向こうに大勢のスタッフの皆さんがいらっしゃいます。皆さんのご協力と努力のおかげで今回無事に開催し、皆さんにお届けすることができました。本当にありがとうございました。今年は新型コロナウイルスの影響によりイベントの中止が余儀なくされ、私たちも少なからず影響を受けました。でもここにいるたくさんの仲間と創意工夫し、諦めず動いてきたことで、今回このような形を通じて文化を伝えていくことをやめずに進んでいくことができています。日本には素晴らしい文化があります。先人たちが築いてきた文化を引き継ぎ、次世代へ継承していくことが、そして日本文化が末永く続いていくことが私たちマイジャパンの夢です。そのために普段はイベントの企画や地域の文化を伝える
ツアーを作ったり、担い手の方々のご支援をしたりだったりと日々活動しております。これからも伝統を守りながら、時代に合わせて新しい日本文化の楽しみ方をお届けできたらと思っております。引き続き応援していただけたら嬉しく思います。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして、オンラインマイジャパンフェス2020を閉幕いたします。ご視聴の皆様、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。